子供たちの人生がめちゃくちゃになってる時に何しに帰ってきたんですか？何も悪くないって。だってあの気の狂った亭主から子供たち守ってさ。お母さんはあの人から私たちを助けてくれたんじゃん。こんな大事なこと何にも話し合わないで。話したら子供なんか産まなかったか。散々嫌な思いしてきたんだから飯のネタにして何が悪いんだよ。自分のしたことを疑ったら子供たちが迷子になっちゃう。親なんて必死になっても空回りするだけ。いい加減にしろよ。俺の間違ったもんばっか言ってるよ。全てを狂わせた夜から15年、親子の絆の行く先はどっからやり直したらいいのか教えろよ。人よ、壊れた家族はつながれますか？